モンスターワールドとは、ウエストンが開発し、セガより発売されたアクション RPG のシリーズである。モンスターワールドシリーズは、同社のワンダーボーイの続編である、ワンダーボーイモンスターランドが、セガマーク3に移植された際にゲームタイトルが、スーパーワンダーボーイモンスターワールドと改められたのが、始まりとなっている。その後、日本と海外では、アクションシューティングゲーム、 モンスター・レアとモンスター・ワールド2ドラゴンの罠の発売が前後したためいずれもワンダーボーイ3を関する混乱があった。ワンダーボーイ V モンスター・ワールド3は両シリーズのナンバリングタイトルとなったがシリーズ最終作となるモンスター・ワールド4は主人公が少女であったためワンダーボーイシリーズには含まれていない。またライフゲージが0になると主人公が天使になり 天に召されるという設定、蘇生すると元の肉体に戻るという設定にもなっている。この設定はモンスターワールド3以外初期のモンスターランドから最終作のモンスターワールド4まで起用した。セガエージス2500シリーズとして上記の5作にワンダーボーイ、ワンダーボーイ3モンスターレアを加えアーケード版、家庭用ゲーム基盤、 海外版を網羅したモンスターワールドコンプリートコレクションが2007年3月8日に発売された。Wii のバーチャルコンソールでは各作品が配信されている。セガエージスオンラインでは第1作3-4が PlayStation 3 Xbox 360向けに配信販売された。ワンダーボーイモンスターワールドシリーズはセガ 販売タイトルであるが、ウエストンが著作権を持っており、セガ以外のソフトベンダーにもライセンス販売がされている。モンスターワールドの商標に関してはセガが所有しているため、他社が発売したものはタイトル及びキャラクターが変更されている。ありがとうございます。